どうも、ギョーズです。おしゃれになりたい！坊主にしてからというものを、なんか今まで着てた服とか、ちょっとなんか似合わなくなってきちゃって、今まで着てきた服って、友達からとか母ちゃんからとか言われてるんですけど、柄が悪いだの、趣味が悪いだの、今更変えるのもなんかなと思ってずっとそのままで着てたんですけど、さすがにちょっと女受けも悪いし、変えようかなということで、今日ちょっとね、自由に行ってきまして、ちなみにこれも自由で買ったんですけど、このプレイステーションのパーカー。そんなことはどうでもいいんです。今日はちょっと爽やかになっていきたい、少し。私、自由で一セット買ってきました。今日はそれを見ていただこうかなと。で、爽やかだよ、とか、爽やかじゃねえよ、とか、コメントで言っていただけたらなと。それでは、ひげを剃っていないので、一旦ひげを剃ります。爽やかじゃないからね、やっぱひげがあるとね。ひげを剃っていきます。呼んだ。結構爽やかだと思うんだけどな。よくない？わかんない。あとこれね、なんていうか、シェフパンツって言うんですか、ズボン。これね、爽やかなおしゃれな人って大体こういうの着てるでしょ。柄悪くもないし、別にこう趣味が悪いわけでもないと思うんだけども、大体ウケると思うんだけど、上のやつ脱いでも結構可愛いね。こう、僕は基本こういうスタイルなんで、モレストでっていうんですか、こういうスタイルなんで、まあちょっと大きめのを買ってるんですけど、結構良くない？これだいぶ受けはいいと思うんだけどな。これ全部で1万しないからね、8000何本ぐらい。今までの俺の感じよりか、まあだいぶおしゃれというか、だいぶ爽やかになったこうだと思うんですけどね。どうですか皆さん。爽やかだなと思った人はグッドボタン、そうでもないなと思った人もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。おいいと思うんだけどな。どうだろう、みんなどう思うのか分かんないですけどね。俺は好きですけどね。